バーク軍はアメリカ合衆国のオセダコタ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1968人であり、2000年の2242人から12.2%減少した。軍庁所在地はオーベルズ市であり、同軍で人口最大の自治体でもある。バーク軍は1910年に当時インペリアルウォード軍と呼ばれた領域から、 分割して設立された。軍名は、ノースダコタ州知事と、アメリカ合衆国財務官を務めた政治家、ジョン・バークにちなんで名付けられた。軍政府は1910年7月15日に、組織化され、その時以来一貫して、ボーベルズが、軍庁所在地になっている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1129平方マイルである。 このうち陸地は1,104平方マイル、水域は26平方マイルで、水域率は2.28%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。バーク軍の主要経済は農業と石油である。ノースダコタ州西部の軍と同様にウィリストンボンチのバーケン地層が露出しており、石油の埋蔵が見込まれている。中。 ノースダコタ州の法人化された自治体はその大きさによらずすべて地になる。ありがとうございます。